はい、シェンムー大パート49ですね。やっていきます。どうもアザラシです。ここまで言うことは全部言ったな。パート49、このあ本当になんかイベントがあった。あのちょっとつなぎ目が一瞬切れてるけど、それはあの撮ろうと思ったけど、やっぱ聞き取り直してコンティニューでしょう。久しぶりだな。あれあの人あれじゃない？チャーリー。受けない。はい受けた。あのバイクを奪って追うしかないでしょうね。いつ免許を取ったんだバイク。無免許。できてる。危ない。あ、まあヘルメットしてるからつか、葉月亮、月亮の方はヘルメットしてないけど、あー間違えた。どうまさかもう一回？それともこれで終わり？あ、もう一回。これ何回もやるのはきついぞ。久しぶりだな。久しぶりだ。もう一回。俺たちのこと犬みたいに嗅ぎ回ってるのは。あそこ右にやったらもうダメだったんだ。両方選択できる。早いとこ置いたんだね。難しいよ。すげえ、もうニュータイプだな。全部避けた。前2回の俺とは違う。もう切り替えて、切り替えた。一晩寝て切り替えて。ああ間違えた。一回間違えたらもう終わりじゃんこれ。おお。なるほど、一回間違えたらもうおしまいというところもあるということね。久しぶりだな。むっつ。これでどんどんあの日数重んでないよな。次の日になってないよな。これはパス。でも蹴れなかったらさ、蹴れなかったらあれだよな、多分このバイク奪えてないからまたそこで失敗なんだろうな。バイクには乗るけどさ、バイクには乗るけど、素人がキュキュキュとかってドリフトみたいな走りできるのないと思う。白くしばらく乗ったってその走り。いやー、派手なアクションだな。次だな。次は左なんだな。じゃあこれ、ね、両方出た時に左なんだね。やっぱりだ。そういう、おお、行ってる方に矢印を傾けないと。スリリングだな。かかってこいや。殴り合いの戦いをしよう。殴り合いがいい。もう、もはや語るまい。殴り合いで決めよう。おめえ、家売りしたるぜ。貴様だが残念だな。なんだと？なんだと？寄ってたかって。この港でマッドエンジェルスに盾ついて生きてるやついねえんだ。盾ついて生きてるやついねえ。おめえには海に沈んでもらうぜ。やっちまえ。バイクずっと乗っとる。投げる下で行く。
背負い投げだな。鎧同士を出したいんだけど、鎧同士はどうも出なくてね、出ても弱いんだ。来い。お、1対1で。こんなチンピラがいきなりめちゃくちゃ強い格闘家だったら驚くわ。旋風ちょっとなんか足痛いみたいになって、相手足痛いみたいになって倒れるけど、普通のコマンドじゃ出ねえわ旋風。あの R ボタンで出してた短縮コマンド。マッドエンジェルスとシウモンとはどんな感じだ。知らねえ。何？何？待ってくれ。シウモンだかなんだか知らねえが、近々中国の組織の大物が帰るらしい。ほう、大物？なあ、そいつを沖の母船に運ぶクルーザーを用意させられた。うん。そいつの名は？知らねえ。ただ聞いた話じゃ竜の刺繍のある服を着てたそうだ。本当に何もあんまり知らない。だ。やつはまだ港に。港にってか随分いるね。頼む。俺が喋ったこと黙っててくれよな。出ねえと。そこはなんかあの恩情を与えた方がよろしいので。じゃーん。取引のことをもっと調べるんだ。取引のことをもっと調べるんだ。まあ本当深入りするのは深入りするっていうか、まず仲間作りだよな。普通こういうものってさ、仲間を増やすところから始めた方がいいよ。一人で乗り込もうとせずに、相手が大きい組織であればあるほどやっぱ一人での単身での戦いを挑むのは、それはもう漫画の世界の話だな。漫画の主人公みたいな話で、これだけなんかこう世界観がなんか作り込まれてると、ほんと一人で戦ってるのは滑稽になってくるな。大丈夫かっていう感じ。大丈夫かって感じ、まあ、大丈夫じゃないんだけどな。たまたま、まあまあ強いから5、6人とか7、8人に囲まれてもなんとかなってるけど、なってるけどね。そこでもしも倒れたらもうおしまいよって、誰も助けてくれんし誰も心配してくれんってならんかい。ならんかい。みんな釣りしてるね、夜は。夜釣り、こんな雪の日に。ヒラメでも釣ってるんですかね。あれ、トムがいねえ。そう、夜はもう帰るんか。俺も帰ろう、もう9時だし。寒い寒い。バスに乗れ。あ、今日土曜日か。すいません、専務内時間で土曜日だから15分にバスが来る。なんじゃ、マッドエンジェルスの噂には。ええ、取引か。近々大規模な取引があるらしい。何でも知ってるな、このおじいさん。他に何か聞いてませんか。他に何か。水島、わしも詳しくは知らんのじゃ。そうですか。そろそろ帰るか。帰るか。
大体土日に3つ分シェンム1シェンムパート3つ分つまりガロゴロチーズパート3つ分が大体1日分なんですね。シェンム時間1日分港を悪に染める悪い奴らはいないかと。ほう調子いいな調子いいな兄貴こそ仕事の方はどうすけん。まあまあだ、まあ、まあまあだな。まあまあってちょっと頑張ってください。頑張ってくださいあサンキュー。五郎さんはこの人はあれかまたな。ウィース学生なの。なんかあったらいつでも声かけてください。ああじゃあな。ウィース取引のことは調べんでいいんか聞かんでいいんか聞くまでもないか。あバスがジャストタイミング。よかったー。危ねえ危ねえ。バイクでエキサイトキューティーみたいなバイトバイクでってなバイクであのなんかこう左とか右とか A ボタンとか押すやつやった後戦ってなかなか充実した回だな。まあ見てる人から見てたらまあまあそうなるわなみたいな感じのあれだと思うけどやってる方側からすると割と危機感を持ってやってな危機感を持ってやってる。危機感って言いにくいな。危機感言いにくいな。もう原崎行ったのかな。まだバイトしたのかな。フラワーショップで一応顔覗き系で行こう。役立たずトム。トムからは何の情報も得られてない。ここまで何のページも埋められてない。いや最初の方で埋めたか。原崎いたー。原崎はじきくんねえ、船便の旅費って貯まった？貯めてる。いや、まだまだだ。香港に行くつもりなんだっけ？ああ。バンクーバーと正反対か。どんなところだ？熊が。自然に囲まれたいいところよ。そうか。じゃあ、まだ店番あるから。わかった。顔がすっきりしてるな、原崎の顔。言いたいこと言えたかの顔してる。原崎。葉月くん、お花見なきゃいけないから。また。ああ。じゃあな。すっきりしてる。すっきり原崎になってる。もう葉月のようなことは吹っ切れたのかもしれんな。あとは香港に行くのに高校の憂いは立ってきてるね。まあ下水詮索じゃないが、もうバンクーバーに行ったらもうあれよね原崎なんて現地の彼氏を作ってもうあれこんな写真あったなみたいなことを思うんだろうね。何年後かに机の中にしまっていたの2人のツーショットの写真を思い出してこんな人もいたなみたいな感じふふみたいになって終わりなんだろうな。秒速5センチメートルみたいな感じで葉月亮の方はまだそれとなくあの原崎のことを気にかけてたり時々写真をなんかあのポケットから出してから見たりする。あれ猫がしばらく見る間に猫がいなくなってる。子猫がいなくなっている。見渡してもいないな。だもんだからな。ちょっとなんか物がまこの今のあの表情でなんか物悲しくなった。原崎の表情ちょっと迷惑かもしれないな。ちょっと迷惑かもしれない。原崎の中での葉月亮と葉月亮の中での原崎との今はあの天秤でバランスを見たら原崎の中の方原崎の中の葉月亮の方が重いかもしれないけど数年後にはもう重さゼロみたいな理想期待ってなんだよ。期待みたいになってる。そんなもんでしょうねきっとね。あの時なんでそんなそっけない態度を取り続けてしまったんだみたいなことを数年後の葉月亮は思うのかもしれない。電話をしても当然通じないし手紙を書いても当然返ってこないみたいなそんなことになっちゃうんでしょうね。
さあ寝ますか。一応福さんにあの声だけかけておくか。こんな塩梅ですよっていう話を。福さん、りょうさん、なるべく早く。ああ話できず、しゃあない。稲さんと話しよう。稲さん。りょうさん、とやかく申しませんが。わかった、それじゃあ、ね、はい、寝ます。スタスタスタ。ほいじゃあパート49ここまでです。次とかなんかあんのかな、なんかイベントがあんのかな。ありそうなイメージは全くないけれどもね。うん、日付がなんかバラバラだな。これはあのスタートファイルだからね。ディスク2とディスク3のスタートファイルだからね。ほいじゃあまあここまでです。パート49、パート50でお会いしましょう。ほなまた。